昭和52年に、自分で始めました。だから僕が初代です。得意なものっていうか、まあ普段使いの器がメインで、あと得意なっていうのは飛びかんな、はけめ、それと書き落としもしてます。まあ普段使いで使いやすい器を作っていきたいと思います。まあきちんとした仕事を心がけてすることにしてます。